今回ですけども、こちら芋けんぴ食べてみようかなと思います。土佐昔ながらの芋けんぴ、渋谷っていうところで作ってるようなんですけれども、国産黄金千貫、黄金千貫芋使用、鮮度長持ち、アルミ包装ということで、こちらのですね芋けんぴになります。購入したのは名古屋行った時購入しまして、大須商店街歩いていてですね、せんべい屋さんあったんですけれども、そこのせんべいいくつか買っていて、その中に芋けんぴもあったので、ちょっと味がどんな感じか気になりまして、試しに購入です。そして名称油菓子になってまして、原材料がさつまいも、国産、砂糖、植物油脂、オリゴ糖というふうになっています。 200g 入っているので結構ですね、しっかりとしたボリュームあるのでたっぷり入ってます。それでは開封してみようと思います。はい、それでは開封してみました。こんな感じでしっかりとですね、こうカリカリっとしたしっかり食感の芋で、この砂糖のコーティングも良さそうで、ツヤっとしていて見た目もいいです。で、開けた瞬間にさつまいものいい風味がふわっと広がってきましたので、この状態でもしっかりですね、いい風味が広がってきて、すごくさつまいもの風味を生かしていて美味しそうな感じです。そして横から見てみるとこういう感じですね、こういう具合になっています。はい、それではちょっと食べてみます。やっぱりさつまいもの風味がしっかりありまして、そしてこの砂糖のコーティングですね、甘さと芋のさつまいもの香ばしい風味、甘い風味、これがすごく美味しいです。で、賞味期限結構過ぎてしまったので油焼きとかも心配していたんですけれども、この包装アルミパックになっているので、通常の芋けんぴの包装なんかよりもやっぱり長持ちするなっていう感じで、しっかりですね、美味しい味がそのままキープされているなっていう雰囲気です。はい、でこういう感じで食感もよく美味しいので、もしですねこの渋谷の芋けんぴ見つけましたら一度試しに食べてみてください。